ユナイテッドアーティストは、アメリカ合衆国の映画会社、映画スタジオの一つであり、現在は、映画会社、メトロ、ゴールドウィン・メイヤーに属している。日本では、本来の社名のほか、ユナイト映画の名称でも知られる。UA 創立メンバーフェアバンクス、ピックフォード、チャップリン、d w グリフィス・ユナイテッドアーティスト、リリーシングは、メトロゴールドウィン・メイヤーと、 映画プロデューサーのミーガン・エリソンが代表を務めるアンナプルナ・ピクチャーズとの合弁によるアメリカ合衆国の映画配給会社。2017年3月、MGM とアンナプルナが複数年にわたる共同制作・配給契約を締結し、同年12月、両社共同出資の新会社、ミラーリリーシングを設立。2018年、 北米市場における MGM スタジオ作品とアンナプルナ作品の劇場配給業務はミラー社に委託された。2019年2月5日、MGM とアンナプルナは MGM 参加の映画スタジオであるユナイテッドアーティストの創立100周年記念日、当日に合わせミラー社の社名をユナイテッドアーティストリリーシングに変更した。また2012年公開の レッドドーンを最後に事実上休眠状態だった UA ロゴを2019年4月公開のアンナプルナ作品ミッシング・リンク英国紳士と秘密の相棒からアップデートされた新たなものに変えて復活した。なお、同作品において配給名義がユナイテッドアーティストになるのは MGMUA 発足前の1982年2月公開の先日。 呪われた夜以来37年ぶりである。g ーはその後、オライオンピクチャーズ作品と MGM が2020年に再興したインディペンデント映画部門のアメリカンインターナショナルピクチャーズ作品の劇場配給も担当し、現在に至る。ミラーリリーシング名義ユナイテッドアーティスツ。リリーシング名義かつては音楽事業としてユナイテッドアーティスツレコードを持ち、 サウンドトラックのタブルノートやリバキレコードといったレーベルを参加に持っていた。後に EMI に売却した。ビートルズ初主演映画のサントラも発売した。米国法人の使社として日本ユナイテッドアーチスツ映画会社が1922年に設置された。その後、第二次世界大戦の影響を受け、1941年に廃止されるが、 1951年に再建した。再建から数年の間は、主に松竹洋画部と共同で配給を担っていたが、その後、1959年に自社単独配給体制に変わった。その後、1985年まで日本国内における映画配給業務を行っていた。1960年代には、後に映画評論家として有名になる。 水野春夫が宣伝総支配人として在籍していた。ユナイトが MGM に買収されたため、日本国内の配給業務は、MGM 作品の日本での配給を担当していた、ユナイテッド・インターナショナル・ピクチャーズ、日本支社に業務委託され、日本ユナイテッド・アーチスツ映画会社は1985年に廃止された。2000年に、ユナイトの配給業務は20世紀フォックスに移行し、 2020年9月1日に廃止された。なお、2007年12月末には、ユップ、日本支社が廃止された。ありがとうございます。